MLB、ドジャース2 4マーリンズ、日本時間20日マイアミドジャース大谷翔平投手は19日、日本時間20日、敵地、マーリンズ戦に、1番、指名打者で出場し、自身初の3打席連発を放った。球団記録を更新する50号に到達し、衝撃の1試合6安打3本塁打10打点の活躍を見せた。 試合後は取材に応じて心境を語ったが、敵軍放送局も中継する異例の対応ぶりだった。初回の第1打席では右翼フェンスに直撃する二塁打を放ち、直後に50盗塁にも成功。第2打席は右的地打でこの日2個目の二盗を決めた。3回の第3打席では左中間へ2点二塁打。6回の第4打席では飛距離438フィート。 約133年5月メートルの特大49号を放って球団記録に並ぶと、直後の7回には左翼席へ球団新記録の50号を運んだ。まだ終わらない、9回の第6打席では飛距離440フィート、約134年1月メートル、角度36度の一発を宇宙間席に放ち、衝撃の3打席連続アーチを成し遂げた。 一試合で球団シーズン記録の本塁打数を更新しただけでなく、一試合10打点の球団記録も樹立。試合後には地元放送局のインタビューに応じて、一生忘れられない日になるんじゃないかなと思いますと振り返った。その後は特別に設置された会見場に移動すると、数々の質問に答え、嬉しさと安堵と同時に、記録を作ってきた先輩へのリスペクト。そういう気持ちがあります。 と先達への敬意を示したもっとも、大谷の偉業に注目したのは LA だけではない。マーリンズの地元放送局、バリースポーツフロリダも異例の中継。敵軍の選手が快挙を達成しても、相手の放送局が特集を組んだり、会見の映像を中継するケースはあまり見ないが、大谷だからこそ敵地放送局も敬意を持って、最後まで放送したようだ。